どうも、しゅんです。こんにちは。今回は就活相談企画ということで、みなみさんと就活生の方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、こんにちは。みなみです。明治大学法学部の池田智也です。本日はよろしくお願いします。お願いします。というわけでですね、1分間の自己 PR をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。私は想定外の事態にも対応していく向上心っていうのを持っている人だと思っています。私は大学間協定留学で、ドイツのファッサルという大学に6月間留学をしていました。そこで私は大学の授業を英語で開講されることだったり、ドイツで英語をすごい話せると聞いていたので、留学したんですけれども、実際に向こうでは英語で開講されている授業が少なかったりだとか、実際スーパーに行ってみるとドイツ語しか通じないということが分かったので、私は大学でドイツ語でスペイン語の授業を取ったりだとか、その他に日本語研究サークルっていうのがあるので、そこに参加をしてドイツ語を身につけていくことによって、ミュンヘンである飲み会だったりというイベントに参加をして、より自分のコミュニティっていうのを広げることができました。本来は必要なかったドイツ語を勉強していくことによって、自分自身のコミュニティを新たに見つけたりだとか、実際にミュンヘンで駐在している人、パナソニックで駐在されている方とかあって、自分の知見っていうのをすごい広げることができました。みなみさん、今の自己 PR どうでしたでしょうか。はい、バスです。自分でどうですか今、まあ、準備不足かなっていうのはまず。準備とは回数だったり、自分の言葉で語れてないのかなんでしょう。インターンで面接とかは何回？面接は今まで20回ぐらい。めっちゃやってんじゃんそれそれ準備不足じゃないよ。自己 PR はあんま聞かれたことがなかったので。なるほど。自己 PR に関しては面接で喋ったことは何回？ない、初めてこれ。そうですね。でしょうね、そんな感じをした、はい、で実際どうだった喋ってて。うまく伝わってないなって気は。うまく伝わってない原因は何でしょう。伝えたい要素っていうのがしっかり明確になってなかったのかなって気は。その通り、正解ですシンプルに自己 PR とはそもそも何なのかっていう分かってないというか、結論から言うと、私のことを採用するとあんたにメリットあるよっていうことは自己 PR で、はい、要するに私の武器はこれですっていうプレゼンテーションの場ですね。なんか最近高い買い物したことあります？あ、ワイヤレスのイヤホン。はい、その商品買う上で、はい、ワイヤレスでノイズもなくつながります、電池持ちます、音質いいですっていう武器があって、はい、よし君のことを2万3万で買おうっていう風にやって意思決定したわけでしょ、はい、それと全く一緒で、私の武器はこれですっていう風にちゃんと言わないと買ってもらえないわけですよ。で今なんか私の強みはこれですっていう部分がすごいふわふわしてる、最初から最後までって思った、はい、やっぱ武器がどれって思った、うん、他にもねいっぱい突っ込むことがあるんですけど、そもそもとしてこれなぜこの活動をしたかっていう根本の部分がないんですよ。入ってこない。なぜこれをやってるかって地盤がないから、上にあれこれ言われても分かんない。最初になんでこういうことをしたかっていうのを伝えて。そう、そういうの一切ないよ。私が伝えようと思ったっていうのが、自分が大学で一番最初その大学に行ったこともあって、もともと全然情報がない中でドイツって実際行ってみたら、本当にドイツ語しか通じなくて、言葉が通じなくて結構辛いなって思ってて、その中でも諦めずにいろいろ続けていったら、いろんなコミュニティを見つけたいだとか、自分の楽しさ広げられたらなっていうのは伝えられたらなっていうふうには思ってはいたんですけど。なるほど。ドイツって頑張れって終わっちゃうやつをするだと、就活じゃないんですよ。私という家電を買ってくださいみたいなプレゼンテーションの場においては不適切すぎるというか、ドイツの経験から何を学んで、どういう力とかどういう武器がありますみたいなところまで言えると OK。 そういうことですね。私を採用しなかったらあなたは損しますよっていう話になってない。もう大前提が違うというか、マンションを建ててくださいって言われてるのに牧場を作りちゃいましたね。もう全然違うものを作ってるっていう、はい、自己 PR できる自分の武器っていうのを伝えて。そう、でそもそも相手が何を求めてるかっていう部分が欠落してる。なるほど。だから相手の立場に立ってないです、はいはい、実際今の就活の状況って教えていただいてもいいですか。今現在はインターンを保護に専攻を受けていて、一つだけ企業の早期専攻は受けてはいるんですけれども、あとは日本専攻前の準備段階というか、リクルーターだったりの人とお話をするというような形になってます。行きたい業界とかって聞いてもいいですか。はい、行きたい業界は金融業界で、主に銀行だったり証券会社っていうのを。おお何の方ですかね。おド M ですね。なぜド M なんですか。なんでだと思う。逆に結構今厳しい業界だったりする。厳しいってどういう意味で。儲からない。そう、正解。はい、正解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 。儲からない構造分かりますね、理由は。マイナス金利だったり。分かってんじゃん。正解正解正解はい正解。でもなんで行きたいんですか。そうだよ、私自身の結構やりたいことっていうのは、一番輝いてるなって言われるのがドイツの経験だったり、サッカーの経験とか、自分の体験したことを言葉にして相手になんか成長させたり価値提供できるのが一番輝いてるっていうふうに言われて、私自身がそういったなんか自分にしかできない知識とか身につけて提案できることがしたいなって考えた時に、人とかで勝負できるのは無形商材だったりとか金融なのかなっていうふうな
ところで結構いろんな方とお笑いをした中で一番この人たちと働いてみたいなって思ったのがさっき言った証券だったっていうのが、いや気のせいですねそれは圧倒的に気のせいです。狭いっす。無形商材って他にも無限にあるし、無形って何を無形なのっていう、銀行ってキャッシュカードっていう物理カードあるじゃん、うん、じゃあアマゾンは無形なんですか無形じゃないんですかっていう、その無形の定義もよくわかんないし、ふわふわです。私としては金融業界っていろんな業界の人と触れ合えるから、その分なんか見つけられるのかなっていうふうには思ってて、実際に入っていく中でいろんな人と会って、スカウトではないですけどこういう提案をしたから君うち来てよみたいな言われたりとかしたら面白いのかなっていうふうには思ってたりはしました。これでもね、クレーム入るかもしれない銀行員から広い世界を知れるって言いますけど、広い世界って何ですかって話で、リアルに言うと、例えばね、東京都大都市港区ですら企業銀行の大きいところの営業何してるかっていうと、自転車でその担当したどこどこ何丁目のエリアをひたすら回り続けるっていうのを朝から夕方までやり続けるわけです。広い世界に行ってますけど、チャリでこの何丁目のエリアを回ってこいっていうのは、それって広い世界なんですかって話で、それ広い世界なんですか。まあ広い世界ではないんです、ね、でもそれが現実ですよ。だから要はもうそもそも銀行で攻めるっていう方針が間違ってる、うん、大前提が、はい、銀行も受けてみて他も検討するっていうのはあるかもしれないですね。はい、ガクチカだったり自己 PR っていうのがうまく全然できてないなっていうのが悩みです。じゃあガクチカを簡単にお話しいただいて、みなみさんからフィードバックいただいてみます。アルコバツもつけられません、採点不能。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。